コラボと元シェルター民の証言、浅野文直さんのコラボさんの実態について昨年末言及し話題になった塩さんとの対談をの動画を公開。これはやったよね。見ましたよね。ひどかったよね。まずひどかったよね。私物のアルバムとかも含めて全部捨てて、天伝え、塩さん名義で振り込まれた生活保護の口座を没収して、あなたの荷物の処分代に当てたんで、っていうね。はぁっていう内容でしたね。塩さんが覚悟を決めたらしい。ひまぞらさん、長くなったのでメモ帳にまとめて貼り付けるやつであります。ざっくり。生活保護行くわよ。あなたの財産を全部一旦没収させてもらうわ。ブランド品もお金も5000円を残して全部没収よ。これで生活保護ももらうしかないって言うのよ。創作不幸話で鬱っぽく言うのよ。ちょっと細かすぎんな、これ。ちょっと待ってよ。浅野かける塩、途中まで2年半前にガールズバーで働いてた頃に渋谷で話しかけられバスカフェ、ユメニアンから危ないから職場を抜け出せと言われてシェルターへ行くことに、なんせそっからやねんな。だからガールズバーっていう割と比較的さ、まあユメニアンが言うところの制作主的にはまあ弱めなところでさえ、ユメニアンは危ないからシェルターへ行こうって言われんやって、完全に騙しちゃうな。別に、ガールズバーで働いててもよくね？つうか、仮にさ、なんかその風俗的なもんで働いてても勝手じゃねえ？なんでそこを勝手に、危ないからとか言って、タコ部屋に押し込もうとすねえな。まあ、ついていく方もそうなんやけどな。うん。それもそうなんやけどさ。それは言えてんだけどさ。まあ、ついていったとしてもさ、やっぱりなんか、財産没収とかする権利はないんやから、もうそこまで言っては犯罪やね。搾取した金でホスト通いしますもんね。で、シェルター、塩、4物件あって1つの物件に女の子3人。だから1つの物件で、1部屋に3人ってことやろな。1つの大きな部屋の中に3人でシェアする。そうです、そうです。そこに3人目として入った。次の日には生活保護の申請に担当者と行くことになる。その時、ユメニャンからいろいろレクチャーを受ける。ブランド品は没収します。お金は最後に5000円残して没収します。お金も仕事もなく大変という風に演じてください。交渉は担当者。塩が小学生の時に施設に行ったり来たりした時の心情を聞き取り、それを原作として最近の思い不幸エピソードを創作し、鬱っぽさを演出し、仕事ができる状態じゃないんですみたいな感じで言わされたということですね。で、浅野さんがガールズバーで働いてたのにねって。ケースワーカーから認定され、後日家賃と生活費としてお金を支給される。まあ、これは塩さんのもんやからね。支給された分はね。まあ、それは、まあ、騙し、まあ、詐欺ですわね、はっきり言って。嘘をついて生活保護を得ることになったんですが、まあ、それは塩さんのに支給されたもんなんで、夢にゃーんがそれを自由にできる権利なんてどこにもありませんよね。なのにもらったお金はコラボが回収し預かる。なんでだろうね。なんでコラボが回収し預かるんでしょうな。そこからお小遣いを支給。具体的な金額には触れてない。コラボが預かる理由は塩の後日のための貯金だってよ。急遽退去することになり、理由には触れず、友達の家に居候し同じ職場で働く。急遽退去することになった。理由には触れてないな。まあ、逃げたんやろうな。友達の家に逃げ込んだやろうな。コラボのシェルターにあったすべての荷物、私物と金銭を引き取りたいとインスタの DM で連絡したと。ユメニャンにね。ユメニャン。荷物すべて処分するから貯金はそれに全部使う。だってよ。いや、返せや。全部返せや。荷物をすべて処分じゃねえよ。勝手にすんなや。で、それに貯金を使うなや。なんだそれ。うち来たらガールズバーとかで働くときも良くなるよ。もっと楽に稼げるのはそっちの方がいいかね。はい、タコ部屋、生活保護、私物没収。逃げるよね。お菓子代ぐらいしかもらえへん。子供、小学生やないねんからそんなね、500円程度もらったところでね。知らん人、ほんま知らん人といきなり共同生活やもんな。3人でな。タコ部屋やんな。それで、あれやで、タコ部屋って言われたことで、
ひまそらさんを訴えてんやからな。笑けるよね。いや、タコ部屋やんけな、こんなもんな。どっからどう見てもオクトパスルームやんな。ひどいね。